本日の石紹介ということで、これ石これ何ですか？これこそ鉱物ですよ。鉱物、はい、これ何？これは銅です。銅、 CU の銅ですね。 CU の銅、金銀銅の銅。はい、そうです、銅です、銅です。ナチュラルの銅です。このなんか緑っぽいのは、結局銅ってこの母岩につくんで、はは、一回これを取らないといけないですよね。で、なんかの、ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかの成分と一緒に、ろ過するとか、一回焼いて、銅の成分とこのいらない不純物を分けるんですよ。精製するんですけど。でもこんな感じで、この緑っぽいこの母岩に、この茶色っぽいのがついてるのが銅ってこと？そうです、そうです。そしてこういうものが、普通に売ってる。一応なんか販売してます。なんか鉱物なんで。別にこう生産用とか製品用じゃなくて。そうじゃなくて、まあこういうのもありますよって、多分ね、10円玉じゃないですか、と。あ、そっか。でもこれなんかこの生け花チックにこのなんかこう。そうですね。こう。これ別にデザインされてるわけじゃなくて、もこのまんま自然界でこんな感じに落ちてたものを、そうですね、落ちてたっていうかね、はい、そうですね。ほー、ちょっと面白いですよね。銅がどうなってる、どんな風になってんのかっていうのをやっぱりこう知りたいじゃないですか。これはやっぱりあれですか、鑑賞用っていうか、なんだろう、なんですかね、もう本当なんですかね、どういう用途でね、買う人が。いや、だけどこれめっちゃいいって人も多分いると思いますよ ね、 すよね。これ結構特徴的な形してますからね、はい、うん、これでもいくらぐらいするの？これが、アメリカのミシガン州の銅、はい、で9300円です。9300円、はい、またこれが高いのか安いのか買い物検討はつきませんが。そうですよね。もし銅マニアの方がいたらぜひ、あんまり売ってるとこない。どうですかね。いや、どう。そんな感じです。そんな感じで、ぜひ銅好きの方は、ぜひ手に入れていただきたいなと思います。